まあ、やっぱここまで来ると結果が出なくて焦ってしまうことが多かったんですけど、うん、去年とか本当にそうだったんですけど、はいはい、もうなんかもう自分の中で覚悟を決めて、もう活躍できなくても、まあ、変な意味じゃないですけど、しょうがないというか、うん、やることやってできなかったらしょうがない、うん、焦ってもしょうがないっていう感じでやってます。10年目を、いい形で終えられるような、はい、シーズンにしたいなと思います。まっすぐに関してもスライダーに関しても、まだまだ精度を上げるべきだと感じました。やるべきことがたくさんあるという感じです。プロ野球選手の平均体年齢が29歳、ちょうど今その年に差し掛かって、斉藤投手は今どういう気持ちで野球やってます？まあ、いわゆるその引退とか首とかいうのはもちろん、感じてるというか頭の中にありますけど、でもそれは自分がやった後についてくるというか出てくる話で、まだ勝負できるうちにそんなことは考える必要はない。まあ、でも大学もキャプテンやってきてチームを引っ張らなくちゃいけないっていう気持ちはもちろん持ってるんですけど、まあただやっぱり自分のことは精一杯なので、まあその辺はなんとも言えないですけどね。最低でもやっぱり去年よりは勝ちたいですよね。去年一緒しかできなかったので。苦労して、ね、怪我もしてとかっていうことを考えると、そういう経験はやっぱり若手の人に伝えていけることってのはたくさんあるじゃないですか。はい、まあ、でもただ今の段階で誰かに教えるってことはできないですね。あんまりない。ないですね。聞かれたら答え。聞かれたら答えますけど、聞かれてもでも答えられないですね。やっぱり成功した例がないから、成功してたらもうこうこうこうしてこうなったら成功できるよって言えますけど、何を言っても説得力がないですから。だからもうなんか例えば僕が引退していろんなことを勉強して教えるっていうことはできますけど、まあ今の段階ではね、そういう感じがないですね。一軍は今パリパリしてた初なんで、そこで投げたいって気持ちもあったんじゃない？まああったよ、それはやっぱり、これあったし。悔しさはね、もうずっとある。悔しさはでももうプロ入ったからずっとある。あ、みんなさ、俺が高校の時がやっぱり一番いいと思ってるし、でも俺も正直それはもちろん思ってるけど、なんかそのやっぱり野球を分からない人、分かる人も含めて、まあ、浅い考えの人はね、あの頃に戻せばいいとかやっぱ言うのね。その頃の方も良かったとか、まあ、そういうなんかその簡単なことじゃない。